んは、9月22日金曜日夜6時を回りました。リビザタイムです。パーソナリティアイゼンです。アシスタントのジェニコです。はい、いやーね、もう9月の末になってきましたけど、そうですね。なんか台風が過ぎ去ってからだいぶまた暑いですよ。そうなんですか？こんなところにいいうちわが。それは先週のそう、ね、獣心の女たちのうちわじゃないですか。あ、女心の獣たち。うーん、まあ姉さんの場合どっちでも正解だよね。うん、うちに関しては、うんうん、はい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 、はい、いやでもこれ本当に役に立ちますよ。いいうちわです。はい、はい、本当、はい、楽しいイベントでございました。はいはい、お疲れ様でございました。はいはい、ね、はいはい、そんなこともありながら、はい、はい、ありながら、はい、そして今日の今頃って多分私ラブミ牧場でアニソン歌ってんすよね。ああそうか、あれか、うん、タイムマシーン、タイムマシーンね、うん、はいはい、あ俺もしかしたらいるかもしれない、いるかもしれない最近ねあんまりね行けてないんですよ、タイムマシーン。そうですね、だってアイゼン君鬼のように忙しいから、なんか誘っても全然付き合い悪いと周りのみんなも言ってますが、前回は俺タッチの足をしてたんだよ。ありがとうございました、うん、そうだよ、ジャジュレの時ね、はい、そうだね、はい、タッチの足をして無事に、はいはい、その前は、その前なんだっけ、その前は、その前は PA の仕事してたんですよ。はい、はあはいはあ、はい、仕方ないんですよ。はい、何だかよく分からないですよ。はい、はい、まあまあまあそういうわけですけどもね。はい、はい、今日は今日でなんかちゃんとしたゲストさんいる。そう、ちょっとね緊張してるでございますよ。うん、先週のノリで行ってはいけませんからね。あ、でもね大丈夫だと思います。ちゃんとしたゲストさんを連れてきてくれた方はあんまちゃんとしてないですから。その連れてきてくれた方はもしかしたらチューチューとかやってくれるかもしれない。あー、あるね。あ、なんか言ってるよ。なんか言う。これはちょっと気楽に全部振っていこうと思います。はい、はいはいはい、じゃあ姉さんお願いします。はい、はい、この番組は先日惜しまれながらも閉店しましたが、ミシュランガイドにも載っている2号店木漏れ日は絶賛営業中、ヘルズキッチン桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜ロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、では早速ですね、 CM 明けに、店長の人を紹介したいと思いますでは一旦 CM です。Sumimura san, Tenchou! Hi! これ9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでね。はい。はい。じゃあ、早速、行きましょうかね。はい。はい。じゃあ、皆さんよろしくお願いします。はい。はい、ではですね、まず、セラピストさんたちが今日いらっしゃってるんですけれども。はい。まず、連れてきてくださった、クローバームーンのチコ先生。店長え、似てない？大丈夫。すいません。大丈夫でございます。どうも、こんばんは。クローバームーンのチコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、アトモスのオーナーの安部めぐみさん。こんばんは。こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから、NES って書いて、ネスセラピーをされるという、中津川あやさん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、一番私興味あるのが、あ、アイゼン君ごめん、なんか。うん、うん、いいよ。女子会やって。大丈夫だよ。この、ネスセラピーっていうのを、どんなんなんですか？はい。はい。人間の周りに存在する、量子場を測定する機械。量子場。はい。はいはいはい。なので、人間の周りに存在している見えないエネルギーを、文章と画像で見える化する
機械を使ってセラピーをさせていただいております。これ受けてみたい。パソコンでババーンと出てくるんですよね。はい、すごい、うん、受けてみたい。姉さん絶対マガマガしいの出るよあなた。うん、それは覚悟の上ですけれども1週間ぐらい落ち込むけど頑張って。え、そんな落ち込むような結果出た人今までいるんですか？あ、いないです、大丈夫です。あ、ほら、第1号人は人、人は人、あー、そうだね。たまに素直じゃないとか出る人はいます、うん、あー、そのくらいだったらでも、まあまあ可愛いもんですよね、うん、大丈夫測定不能とかエマージェンシーとか人間じゃないよあれみたいな。アイゼン君も行ってみたらいいんじゃない。いやでもそれはね、なんか面白そうだなと思いますよ、うんうん、ね、ね、何が悪いとね、生命エネルギー情報、はい、うん、場の中には電気信号で、うん、はい、その人の体の設計図が見えないんですけどあるんだっていうことなんですよね。設計図、はい、でその設計図の歪みが病気とか痛みとかいろんなのの原因になっているよっていうことで、はい、元の状態に戻してあげると自然に治る力が高まりますので、はい、あの健康になりたい方には特におすすめのセラピーになっています。これ、ね、心身ともにですね、ああ、ますますなんか行った方がいい人私の周りにたくさんいるかもしれないねすごくたくさんいるかもしれない、うん、そうだよね、うんうんうん、すごい。で、これがあのすいませんイベントの、はい、そう、なんか前後しましたですね、すいません超前後してしまいましたが、はい、これイベントのあの宣伝にいらしていただいているんですけども、はいはい、そこはめぐみさんにちょっと紹介していただきます。はい、はい、お願いします。はい、ですね、イベント名がエナジーピュアフェスと言いまして、昨年の10月から始めまして今回で、12回目、ちょうど1年になります。はい、でですね、たくさんあのいろいろなブースさんが出展してくださいまして、今日いらっしゃってますクロバムのちこ先生だとかめぐみさんからそれ来ると思わなかった、はい、先生そうで、あとは ネスセラピーですね、ネスセラピーのあやちゃんとかも、毎月出てくださいます。すごく楽しいイベントですので、はい、ぜひ皆さんいらしていただきたいなと思って、はいはい、今日何ブースぐらい、だいたいいつも15、6ブースぐらい出ます。ほー、はい、他にもね、いろいろいっぱいありますよね、はいはい、カードとか、はい、占いとか手相とか、で、ね、で今月は23日、24日、土日やりますので、明日ですよ、明日ですね、うん、でお時間の方が、10時から、はい、17時までになってます、はい、場所がアトモスさんは、はい、そうです、華僑院、2丁目、ですね、4度 C さんご存知ですか、はい、華僑院スクエア、わかります？あの45号線まっすぐ行ったところ、はい、45号線沿いにあるんですけれども、その4度 C さんと、あとその、ビーナスのビルがあるんですけれども、はい、そこの間になってます、はいはい、そちらに、もうこれはあれですか、料金の方とかは、はい、入場無料になってまして、はい、各ブースで、大体そうですね、1000円ないし2000円ぐらいですね、お試し価格で、はい、全て、はい、お試しができますので、とても、はい、お得になっております。お得ですね、はい、イベントは、はいはい、なるほど、じゃここに行くところなんかいろいろできるわけですね、はい、ちゃんとお金持ってってください、ね、あ、これは男子も大丈夫ですか？もちろんです。あ、そうなんだ。アイゼン君お金もういっぱい持ってちょっと行ったらいいんじゃない。おお、そうそうそうだな、うん、お結構でも男性の方でもカードリーディングしてもらってたりとか、うん、手相見てもらったりっていう方多いですね。そうです、あと、うん、エステやってもらったり。ああ、エステ、ね、ああ、そう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 、フェイシャル、うん、フェイシャル、あ、うちは今月、うん、明日明後日、あの炭酸ヘッドケアってちょっと新しい施術持ってきますので、炭酸頭皮に、髪の毛とかにもいいのかな、はい、頭皮の血行促進を促して、はい、癒しのヘッドマッサージ、はい、ベッドマッサージではありますなんかね、このね、アトモスさんっていう場所で、はい、みんなこうやって集まって、うん、そういう美とか癒し健康のスペシャリストが集まって、はい、エナジーピュアフェスっていうイベント毎月やらせていただいてるんですけども、はい、結構ねボケてる人が多くてですねちょっと待って、ちょっとそれは、はい、出展者さんの中にでしょうか。
そうですね。あ、でも出店者さんの中にもそうですし、はい、オーナーのめぐみさんもちょっとボケていまして、はい、今の、はい、あのベッドマッサージもですね、はい、私のところでまあ個人でやり取りしますよね、はい、メールで。その時に、チコちゃんじゃあ今月あのベッドマッサージお願いします。え、なんのっていう。ちょっとこれ以上話広げない方がいいんですよね、うん、私今日はね。あ、R18な感じになっちゃうんですね。そうですね。はい、うん、はい。ベッドの施術での、あの、イベント出展の時もあれば、うん、椅子に座っての、はい、肩とか首をほぐしのマッサージの時もあるんで、はい、どっちですかっていうのをね、お伺いしたら、はい、今回はベッドマッサージで、新しいな、無茶ぶりもいいとこだなっていうね。っていうね、ちょっとね、はい、かわいいおぼけな、はい、皆さんも、はいはい、いらっしゃる感じで、はい、いやなんか結構こういうのってなんか男性があんまりいけなそうなイメージがあったりしたんですけど、これは結構いらっしゃるんですか？うん、結構いらっしゃいますよね。あの、調圧ルームって、あ、めぐみさん、そうですね、お願いします。ですね、うちはの調圧ルームって言いまして、気圧を変化させまして、皆さんの細胞一つ一つにこう酸素を行き渡らせて、自己治癒力とか免疫力をアップさせる、生体治癒力向上装置っていうものがあるんですね。ほうほう。 でそちらがあるがゆえに、男性の方たちがあの、なんか女性のイベントっぽいけれども、はい、来やすいっておっしゃってくださってますので、はい、ぜひぜひいらしていただければなと思います。なんか酸素カプセルのバスみたいなバージョンっていうイメージでいいと思います。みんなで、あの、服も着たままで、もうスマホとかパソコンとか、もう全然持って入って、飲み物も飲みながら、あの、50分ぐらいゆっくり座ったり、はい、あの、寝転がったりしてくつろいでるうちに、出る頃には健康になってるっていう。そうですね、体温が上がりますので、はい、平均 1.029 度ぐらい上がるので、とっても免疫力アップにはすごくいいものです。体温の人も多いですからね。本当、はい、多いですね、うん、女性ね、冷えから全部くるからね。 そうそうそう、それからね、寒くなってくるとだからね、末端冷えだからさ、ね、おばあちゃんみたいになって、ちょっとおばあちゃんの会話になってしまいましたけど、初老チームみたいになってる。違う大丈夫、初老じゃない、初老じゃないよ、じゃない、じゃない、じゃない、中高年だけど、うん、初老じゃない、そう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 、うん、大丈夫、ヤングです、大丈夫、はい、はい、はい。これ明日と明後日、このここにフラッと行っちゃえばいい感じなんですよね。予約とかなくて大丈夫なんですか？はい、大丈夫です、うん、はい、各ブースごと予約優先っていう場合もあるんですけども、はい、うん、でも大丈夫です。あの、他のブース回ったりしながらお時間潰したりもできるので、一、ね、日でいろいろ回れますので、はい、うん、じゃあ、明日明後日出店するところを、これもどういう方たち出展するか、うん、これをじゃあ一通りご紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、じゃあ私からじゃあ紹介させていただきます、はい、まずですね、生体もみほぐし、あと入り玄米ですか、こちらのピッコロの生態サロン、はい、一ノ関の方からご参加くださいます。ピュアフェスのことをピュアフェスっていう風に書き間違えるような、はいはいはい、その人もサザオかなっていうね、はい、そうですね、ここにもちょっとね、ピッコロ先生、はい、パーソナリティさんも、まあ、サザオですけど、はいはい、勝手なこと、まあまあまあ、はい、でそしてですね、あのカスタのラフィー健康院さん、こちらはですね、そうですね、そう、受けるの人なんですけども、アクティベーターカイロプラクティックって言いまして、アクティベーターとご存知ですか？なんか仙台でお一人とかなんとかって珍しい施術らしくって、パッチンパッチンって機械でねするんですよね。パッチンパッチン、あのざっくりしてますな。骨に振動を与えて、それで、こう整えていくっていう、はい、なんかプラクティックの一種、そうですね、はいはい、非常に珍しい、痛くないです、ね、でチャクラのね、なんかチャクラもなんか整えるみたいな、なんかいろいろあります。はい、でその次がですね、フレームセラピーって言いまして、筋膜ですね、筋膜に、こう働きかけて、はい、すごく顔が上がるんですけれども、はい、新しい自分に出会う魔法のフレームセラピー、こちらはですね、あれですね、ベッドに寝転がって施術してもらうっていうような形なんですが、はあ、非常に顔が上がります、はあ、はい、
はい、でそして、我らがチコ先生のクローバームーンはチコ先生、あ、じゃあこれはご本人からお願いします。はい、はい、エステとリラクゼーションサロンの、一部体験ということで、はい、その都度、まあ、いろいろ毎月ちょっと内容変えるようにはしたいんですが、はい、大体アロマのフットマッサージですとか、はい、ヘッドマッサージや肩ほぐしのマッサージなどをさせていただいております。はい、今回のお味噌じゃない、何、目玉、お味噌、間違えた、どうしてお味噌か、なんか手前味噌って言ったかな、手前味噌と目玉が混ざりました。あの、なんだっけ、目玉は、はい、炭酸ヘッドケアです。炭酸ヘッドケア、はい、はいはい、あ、じゃあもう返します。はい、はい、でその次がですね、はい、霊気金もみ英国式リフレクソロジーで出展してくださいますのが、リフレクソロジーレインボーさん。はい、でこちらもですね、本当になんて言うんだろう、なんて言うんでしょうね、ソフトタッチな感じの、はい、施術になってますね。はい、でその次がヘッドセラピー&エンジェルカード、ルーナさんですね。はい、ヘッドセラピーにエンジェルカードがつくんですよ。エンジェルカード占いまで、うんうんうん、お得です、うん、はい、でそして次が、あやちゃんですね。はい、ネスセラピーというのを出展させていただきます。エネルギー情報を読み取って、はい、その人の体の状態を外側から見るということをさせていただいております。はい、はいはい、そしてその次がですね、カラーボトルセラピーとそれからカッサでご出展いただくのがですね、なごみあやかさんですね。カラーボトルセラピー、皆さんご存知だと思うんですけども、ボトルで好きな色を選んで、その時の、そうですね、気持ちとかなんかをこういう風に探っていくっていうものですね。それと、あとカッサ。はい、カッサって硬い、なんか水牛か何かので、こう、体の血流を良くする。はい。はい、こういったものもあります。はい。で、その次がですね、インナービューティーベルダのオーガニックのお味噌作りです。お味噌って、お味噌味噌大豆持ってきてくださって、大豆叩いてますよね、はい、いつもね、うん、そうですね、大豆からお味噌、はい、その場で、その場で麺棒で綿の麺でいいの？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 綿の
ました。本音出ました。正解。それ正解。すいません、もう回るのがすごくて。はい。そう、綿棒でね。普通で。はい。味噌。はい。はい。はい。で、そしてですね、次は手相ですね。手相。手相、藤原ひとみさんという方がですね、わざわざ、古川でしたっけ、うん、の方から毎月いらしてくださいまして、おじちゃんね。すごいでも有名で、うん、なんか私、こう、お友達、横つながりで、Facebook、うん、のお友達とかで、この占いのおじさん気になってた、すごい当たるんだよねって、いろんなところで噂が流れてる、うん、当たるよっていう噂が。おじさん、はい。はい。です、はい。で、その次がですね、天使前降りる空間のフェイス&ヘッドヒーリングですね。こちらはですね、気功です。気功。うん。気功で、こう、心身ともに、こう、整えてくれるっていうようなものになってますね。で、その次が、脳幹ケアでストレスフリーの毎日をということで、脳幹ケアをやってくださいますね。いつもなんか足踏みしてますよね。足踏み、なんか目をつぶって、こう、100回ぐらい見てるのかな、目をつぶって、足踏みをするんですよ。そうすると今自分がいた場所からとんでもないところにストレスが多いと、うん、なんか言ってるらしくって、そのストレスを、うんうん、直してくれる。これやってもらったことあります。うん、とんでもないとこ行ってましたね。そうなんですね。はい。で、その次がですね、アンチエイジング、ラボ無限さんの、メタトロンですね。で、先ほどの熱セラピーさんと似た感じで、これも波動を、キャッチして、モニターに映し出して、はい、セラピーしていくっていうようなものになりますね。で、一休さんのタロット占い、次は。で、一休さん。はい、そうです。一休さんのタロット占い。男性なんですけれども、非常にこれも人気のあるタロット占いです。はい。
で、その次がですね、岩沼手技療法院、日だまりさんの美濃セラピー。はい。美濃セラピーって、これ耳かなんかのツボですよね。を刺激して、これもすごく本当に顔が上がって、で、今からお出かけっていう時にはとてもいいと思います。うん、はい。で、次がですね、今回初出展になります、ハピネス24の、金運開運アロマ&エナジー占いっていうことで、私のお友達のリカちゃんが、ダーリンと一緒に、出展してくださいます。なんか15歳年下だ、のダーリンをなんかゲットしたらしく、なんか見せびらかしに行きます、私は。楽しみ。楽しみです。はい。で、その次がですね、まず整骨院さんの、骨盤調整施術体験、体験会ですね。膝痛と腰痛にすごく長けてる先生ですので、はい、皆さん腰痛持ちとかが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ受けていただければなと思います。で、最後がですね、レインボードラゴンさんの占いとオーラ鑑定。こちらもですね、本当にすごいんです。こちらの、レインボードラゴンさん、神様を下ろしてこういろいろ見てくださるので、めっちゃ当たります。はい。いつも、お客様が途絶えないブースですね、こちらも。はい。以上となります。はい、ありがとうございます。てんこ盛り。てんこ盛り、ほんとだ。え、なんか普通に面白そうだもんね。うん。うん。そして何がすごいって、こんだけこう、いるのに、めぐみさんが全部ちゃんと説明できる、この素晴らしさ。オーナーさんですよ。ぶれないですよ。でもさ、我々がさ、なんかこう、イベント主催するじゃない、たまにさ、して、うん、演者さんをここまで説明できるかっていうと、多分できませんよな。はい。うん。できません。すごく仲がいいんです、皆さん。非常にそれはなんか今すごい、ね、チームワークがいい、あ、すごい、すごいことですね、うんうんうん、とにかくこのアトモスさんの気がすごく、うん、場所がすごい気がよくって、うん、集まってくる方とか、うん、いらっしゃるお客様とかみんないい方が多くて、うん、いい雰囲気で皆さん和気あいあいとしててとにかく楽しい場所なのでちょっと覗きに来てくれたらもうその方もルンルンでスキップで帰るようなあでも分かる気持ちとかね、うん、心も体も全部上がります本当に心と魂と、うん、心と体と魂が元気にっていうこのサブタイトルぴったりだなと思ってるんですけど、うんはいはい、すごい誰ですかネーミングこれめぐみさん考えたんですかはいすごい天才うん本当にそういう場所なので遊びに来てほしいと思います、はい、なるほどねこれ行くかなこれなね、え行った方がいいかもしれない理由来ちゃいなよ、うんうん、チコ先生にも呼ばれてるし理由来ちゃいなよ、ねうん、なんかね、うん、なんかいろいろ体多分やばそうだしね、うん、でも結構なんかアイゼンさんも健康に一応ひとかに気をつけてますよねこうやってお水いっぱい飲んでたりとか噂のお水ねバナナ食べたりとか、ね、何の水が入ってるか分かんないけど、うんバナナ食べたりとか筋トレばっかりしてたりとか一応なんか健康にはそんな大々的には言ってないですけど、うん、気をつけてるんだろうなっていうのは、うん、調圧ルーム入ればいいのに湯入っちゃいなよですよ、うんうんうん、はあなるほど、うん、これはちょっとなかなか、うん、ね面白そうだ、うんうん、普段できない体験がいろいろここでは一箇所でワンストップでできるので、うんうんうんなるほど。これはなんかウェブとかでも見れるんですか？なんか。はい。Facebook に上げてますね。Facebook に皆さんそれぞれ自分のブースの、宣伝してくださってますので、はい。イベントページ立ち上がっておりますので、もしよろしかったらご覧になっていただきたいなと思います。はい、なるほど。はい。ということで、なんかだいぶすごい、なんかしっかりしてるよね、今日ね。情報がね、うんうん、リビルタイムじゃないみたいだね。じゃないみたい。番外編みたいな。本当本当そんな感じで。はい、じゃあちょっとぼちぼち尺もあれなんで一旦ちょっと CM も挟みまして行こうかなと思います。はい、はい、では一旦 CM です。すしめめさん店長店長。はーい。これ9.5からで頼んだんですけど10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。
ということでね、はい、すごい、いい情報がたくさん満載だったので、あの皆さん忘れないうちに、あの、日時場所などもう一度。はい、ですね、場所はですね、あの青葉区華僑院2丁目にありますエナジールームアトモス、こちらでやっております。で、日にちが明日23日24日、時間の方が10時から17時です。で、お問い合わせは、電話番号 022-302-3966 アトモスまで、お問い合わせください。ありがとうございます、はい、あ、これはなんかあのこれ言っとくと来週からリビドタイム俺ちょっと元気になるかもな。ああ、そう、うん、そうかもしれないね、うん、だといいね、うんうん、よし頑張ろう。これ連れて行きたい人もいっぱいいるんだけどね。あ、いっぱいいっぱいいっぱい連れてきてください、ね、本当にたくさん。え、なんでなんか受けてるなんか受けてるいや、もう本当になんかね、うん、ちょっといろいろたくさんの、うん、あ、コデビル対一堂さんでもいいですよ。コデビル対ね、ちょっとね、迷惑かけるからやめとくまたなんか面白い感じになるかもしれない。いや、なんか言って出てとか、なんか全然痛くないのにリアクション王とかやりそうだから、それはやめときます。わかりました、うん、あの、じゃあ、あのセラピスト友達とか、あの、うん、女子のお友達、そうですね、はい、まあ、杉山くんも行ってもいい、うん、あ、2人で来てもいいし、よし、はい、ということでですね、はい、ぜひ皆様週末は、アトモスへ、はい、ね、はい、ということで、エナジーピュアフェスじゃなくエナジーピュアフェスです。はい、はい、これ一番ベタっとねはい、ということで今日ですね、その、フェスから、オーナーの阿部めぐみさん、そしてあと、チコ先生、はい、そして中津川彩さん来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、そんなわけでね、はい、皆さんね、はい、はい、我々も元気にならないとね。元気になりたいね。なりたいね。なれるといいね。なれるといいね。はい。はい、じゃあお願いします。はい。この番組は、先日惜しまれながらも閉店しましたが、ミシュランガイドにも載っている2号店、木漏れ日は絶賛営業中、ヘルズキッチン、桜ヶ丘ロータリー沿い、スープカレー桜、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。よし、じゃあそんな感じで、はい、来週どうなってるかですな。はい、はい、乞うご期待乞うご期待、はい、それでは皆様良い週末を。お過ごしください。また来週。バイバイ。